ということで、でどうですか、もうすごい、もうこのさすがもうイベンターでございますが、バタ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 ですよね。だからあの松本さん、はい、松本さんにもいろいろ助けてもらって、皆さん、はい、今日は本当によろしくお願いいたします、ね。よろしくお願いします。全体の流れも、はい、取らせていただきますので、はい、あのもしほら、はい、松本さんに借りた、ありがとうございます。金具あれちょっと使わせてもらってもいいですか。いいですよ、やり方わかります。分かります。あれだったら先生化粧してないの。ママ10曲ぐらい歌ってすごいスタミナだなって思って。10曲も歌いたかったわけじゃない西条先生のために少しでもね協力しなきゃと思って。ちょっと先生そう言ってますけど、今度はあすかさん、あすかさんもこう、あすかさんも、はい、だって最初ね、こんなに人数多くなかったのだから、あれだけでお客さんに自分の歌を歌ってる人ね。あんなママほらオリジナル曲、私の、いや私はいいですね、いいですよ。ちょっとオリジナルも聞きたいな。あれ、大丈夫さん来た。YouTube の先生、大丈夫さんもね、もう大メンバーじゃないですか、これみんな結構年齢だ。歌はいいですよ、歌はいいですよ、本当に。先生、本当に大変な中ね、こんな感じで、ね、いや、おかげさまで、ね、今度は真っ白で、ね、そうそう、あの、お年です、孫にも衣装、衣装それ、褒めすぎですよね。今日の優勝、準優勝、最後にはですね、はい、まあ、賞金という中に、気持ちのお茶代が入ってますので、ね、そういう中で、皆さんに、発表させていただきます、第2部デュエット曲部門 A 部門ですね、5番、ケン&チオ、あら、優勝おめでとうございます。41票の素晴らしい、ステージに出てもらったわけですね。おめでとうございます。続きまして、ケイジ9番、ケイジ&カズミさん、兄弟星、おめでとうございます。優勝です。どうぞ。最後に、あら、これも、大浦和美、チーム、この町で最後です。ですね。じゃあおめでとうございます。優勝です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。第3位、大浦3位なんですね。はい。じゃあ、帰りにあのお茶の飲んで、飲んでください。大浦さん、帰り中の名前、おめでとうございます。はい。これで賞金金一票。はい。あ、ではどうしましょうか。はい。じゃあ、ここに、あ、座ってもらって、はい。それでは、続きましてですね、歌謡曲全般部、A ですね、発表します。優勝、歌謡曲全般部門1番、高見敏子さん、高見さん
37票でした。おめでとうございます。どうぞこちらの方へお越しください。お姉さん、おめでとうございます。スサノオ逆転一人旅33票です。サトシ準優勝、オッシー&ゴロアズサニオ36票です。準優勝でございますね。はい、ゴロさんにもう一度皆さんお帰りになったので、はい、ゴロさん代表で、あ、ゴロさんじゃ代表でこちら私を、3位秋のり和美コイコイ29票です。それでは第8部最強曲の全般部だとなり優勝、おめでとうございます。優勝はおめでとうございます。いらっしゃいでもよろしくお願いします。順位ですね、42号、第3位最後の通道がございません。最後の通道がございません。はい、おめでとうございます。2位は久保田真理さんね。それで最後に、松島恵子さん、40回をかけて出演させていただきます。またの機会によろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、お疲れ様です。終わってみてどうですか？皆さん、どうでしたか？ちょうど良かった。はい、皆さん、スタッフの皆さんが、なんか迅速に行動したおかげでスムーズにね、ということがもうできました。皆さん、西条先生の、ホームページサイト、ぜひ検索してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。